あこれより、マスコミの皆様から、ご質問を受けたいと思っております。あの挙手の後、会社名とお名前をお伝えいただき質問を行っていただきますようお願いを申し上げます。何かご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。すみません、産経新聞の川瀬ですけれども、この手渡した相手と、それから手渡された後の回あの、どのような対応だったかということについて、伺いますでしょうか、今日の。手渡した人は、知事公室の方々からですね。普通の職員ということですか。そうです、はい。で、どのような対応でしたでしょうか。あ、まあ、いいですか、はい、どうぞ。コロナ感染拡大防止のため、1階のフロアにある、なんですか、囲いの中で、はい、まあ、残念なことで、ちょっと暗い、薄暗い時だったんですけれども、そこでやりました。何かおっしゃってますでしょうか、先方の方。いや、知事に伝えるという感じの。知事に伝えるという、それでだけだということですね。もう一点よろしいでしょうか。はい、すみません、よろしくお願いします。前回12月6日の時の要望に対する回答が出てるんですけれども、これについては率直にどのように思いますか。この回答についてはどう評価されてるんでしょうか。ですね、この先住民族問題はどうこういう前に先あの民主、中東民主主義というんですが、そういったものを人権ですね、そういったものが大切であって、そういう感じで真剣にと考えてないというのがね、伺いましてですね、この人権問題、先住民族問題はそんなに重要に扱ってはいないという感じは受けました。それは具体的にはどういうところからそのような感覚を感じを受けたんでしょうか。具体的に例えばこう一つ、はい、法改質問状の回答の中に、うん、はい、1から9まで、うん、我々は質問事項を入れましたけれども、1の回答についてこれは承知しておると、これは国連の正当な手続きでもあって、なされたものであると、それは認めてるんですね。で、その後私たちが、これは県民の知らないところで行われていることだから、これは県民に知らせるべきではないかと、うん、で、少数さんの意見を尊重して、大多数の人たちが大いに迷惑を被っていると、そういったことを県民に説明する必要があるんじゃないかと。同じ趣旨の質問をしたんだけども、その回答が本当にもう真剣に考えてないというんですかね、こういったものを考えるよりは、沖縄の人権問題、人権問題、それを真剣に考えた方がいいんじゃないかなというものですから、それとこれも人権問題というのはやっぱり世界的なものだけども、沖縄のこの行政側のあり方として、それはちゃんとした手続きを踏んでこういったものをやるべきものなんだけども、この手続きが完全に無視されて沖縄県民の知らないところでこういったことが行われているということを言っているんだけども、なかなかそういったものに理解していただけないんですかね、解決策を出さないんですかね。私の感覚としてはやはり知事はそれは何ですかね、容認してる感覚もちょっと腹感覚としては受けましたけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ仲間に、はい、僕からどうぞ。いいですか。これまでですよ、2008年、先ほどもありましたように国連から5回人権委員会、その他委員会から、沖縄の人々は先住民族だから日本政府はどうにか対応しなさいと言われましたが、これに対してですね、沖縄県議会は一度も議論されておりません。ただし、豊見城市議会、宜野湾市議会、
石垣市議会、本部町議会は議論しまして撤回の可決をしております。はい、町議会ではあってるんですけれども、なかなか県議会代理されておりませんので、ぜひ議論してですね、県民の皆さんに、あるいは県外にうちなんちの皆さんに広く周知してもらって、私たちが知らないところで、知らない団体から国連に出されて、いつの間にか先住民族扱いされてるよと、これを広く議論してもらいたいなということなんです。はい、まあいろいろ玉城デニー知事は再選されましたので、基地問題とかいろいろある問題の中で国連行くとは思いますが、すでに国連がこの出されている感覚をですね、どういう立場で行くのかというのを今回質問状と要請書という形で出させてもらいました。議論すればいいんですよ。いろんなない中でやってるのがおかしくないかっていうことです。はい、ありがとうございます。他にまた何かご意見ご質問等々ございましたら挙手にてお願いをいたします。あ、はい、それではよろしくお願いします。キナタイムスの基本的なことで恐縮なんですけれども、その先住民族というそのカテゴリーに当てはめたらいけない理由というのは何でしょうか。あの戦場いいですか、戦場民族韓国の中で、沖縄の、自己決定権という言葉があるんですけど、それあのセルフディターミネーションという英語のあれですけど、それがあの自己決定権というよりは民族自決権というのが正確な説明なんですよ。民族自決権ということは、結局沖縄県民は日本人ではないという宣言するようなものなんですね。だからそういったものがもし魔界通るのであれば、私たちは今まで日本人として生きているわけですよ。それが知らないうちにいつの間にか先住民族にされていたということに対してものすごい憤りを感じるんですよ。だから県民ほども知らない、これを何とかしてくれということで沖縄の最高権力者知事に訴えているのに、その意図がなかなか理解されていない。だからこれを県民に知らせてください、県外の知らせに知らせてください、それいいんですかと。それで議論するのが民主主義じゃないですか。それがなされていないから今日こういう形で記者会見もやっているわけです。今回2回目ですけどもね。だから私たちはなんとかこの理不尽なことを県民に知らせたい、そして本当にこれでいいんですかと問いたい、そういったところをこのメディアとして訴えていきたいし、また知事にも国連ではもう先住民族として認定されているわけですから、そこで基地問題を訴えた時もこれ国防問題になりますので、越権事項じゃないですか、これは越権行為だから、国防問題はやはり国の専権問題でありますから、知事がこれをやること自体が大きな私は罪だと思うんですよ。ほぼ日本人全員、沖縄県民全員でこれ国防問題は解決するべき問題であるのに、なぜ関係のない国連に行くんですか。一部の人たちがこれ先住民族として語りかけて国連が認めさせた、まあ、国連もやはり世界の平和に貢献するんじゃなくて混乱を巻き起こす組織になってるんじゃないかなと思って、またそこにもだいぶ不信感がありますけどもね。そこで我らがあまり言ったってこうどうすることできないんで、国に対してちゃんと反論してくれと僕はそういった訴えしてるわけです。はい、はい、中身もお願いします。いろいろ僕も今回の勉強させてもらって言うと、DNA というんですか、なんていうんですか、こういうの立派に僕たちは日本人のものなんですね、沖縄県の歴史的にも。で言うと、先ほども言いましたけど、出されてこの陳情、ごめんなさい、国連でスピーチした団体がわからないんですよ、県民じゃないんですよ。で、色を調べると
どこかでも出していいそうです。世界各地で本当の先住民族が国連に訴えているのがほとんどですけど、僕たちを知らされない中で一方的に先住民族だというので動かされていて、僕1971年生まれです。復帰前の子です。親父に聞きました。おばあちゃんにも復帰を日の丸持って喜んだと、はい、でその気持ちで今年復帰して、そこも復帰して50周年でも一方でこういう話がある。僕も子供いますから、子供はちゃんと日本人として世界大会とか去年のオリンピックも日の丸持って野球とか小野球とかこれ教えてるのに、一緒に喜んでるのに、一方でこういうのがある。これを次にも出すわけにはいかない。じゃあ今のうちに僕たちができることは何かということは、はっきりさせましょうと。はっきりさせるには議論しましょう。理解でいいですから、どんどんやってくださいと。やって皆さん広めていくから決めてもいいんじゃないですか。で、実際先住民になりたい人がいたら、どうぞなってください。で、いいんじゃないですか。と僕は思うんですよ。そういう人たちがいるんだから。で、僕たちはしっかりと、27年間、親が聞いたら、僕もそのうちの1年間は、米軍統治下にいましたけど、日本人として今座ってます。皆さんと一緒ですよ。をはっきりさせましょうなんですよ。一人で決めないでください。議論が議論の中で出てくるんだったら、それはそれでいいんですよ。という話です。すみません。こんなもんですけど。はい、ありがとうございます。事務局の中村と申します。先住民族というカテゴリーに、なぜ入っていけないのかという質問、ご質問なんですけれども、そもそも、まず多くの県民ですね、まあ、私も含めて多分記者さんもそうだと思うんですけども、先住民族の定義、これがよくわからないと思うんですよ。これ定義が合ってないようなもので、まあ、国連でじゃあ DNA が日本人の DNA が一番いいから先住民族じゃないって言い切れるかっていうとそうでもない、なかなかじゃあ、言語とかなんとかっていうその科学的なものを根拠に日本人とか先住民族とか定義できるかというとそうでもない、で最終的には自己認識でやるんですよと。その集団の自己認識、集団が先住民族という認識があれば先住民族と認められるっていう、そういう曖昧な定義なんですけれども、それがいいか悪いかっていうこと以前に定義がわからないから、いいか悪いかも県民わからないですよ。だからこのいいか悪いかっていうのも以前の問題と定義を議論も議論以前の問題なんですね。じゃあ先住民族か日本人か議論しましょうって言っても、そもそも定義のコンセンサスが取れてないわけですから、県内でもまず議論ができないっていうのと一つ、あとはまあ、この陳情を出している陳情要請出している一番の理由が、やっぱ民主主義という、まあ、沖縄ではよく沖縄のことを沖縄で決める自己決定権が大事だというんですけれども、一番沖縄の人が先住民族なのか、日本人なのかっていうのを決めるっていうのは、まあ、沖縄の基地問題よりも圧倒的に大きな問題だと思うんですよ。基地問題だったら関係ある人ない人いるんですけど、先住民族か日本人かっていうのは沖縄の人全員当事者ですし、沖縄に住んでなくてもその内縄中で本土にいる人、もしくは南米にいる人、そういう人たちにとっても当事者なので、これに関しては県議会だけでも議論は本当はやっちゃいけないと思うんですよ。世界の内縄中に、集めて、なんかそもそも先住民とはこういうところからっていうそのコンセンサスを取って、やっぱ10年20年かけて議論していかないといけないような大きな問題だと思うんですね。このアイデンティティというのはもうものすごく大事なもので、このどのようなアイデンティティを沖縄の人たちが持つかということで沖縄の未来っていうのはご存知のように変わっていくっていうぐらい大事だということをご存知だと思うんですね。そういう重要なことを定義も明確にしない、議論もしない、誰がどのような手順でじゃあ国連の歌に行こうかっていうこともコンセンサスも取らない、誰が言ったかもわからない、いつ出されたかもわからないっていう、これはものすごく県民のこのもういわゆる沖縄の自己決定権を 100% 失ってしまったようなとんでもない話だと思うんですよ。まあ、沖縄のことを沖縄で決めるっていうのになんで勝手に国連で決めるんですかと、こういう問題ですので、
まあ、うちなんちゅうを一番バカにしたやり方ではないかなと思うわけであります。ですのでまずはこのような記者会見で県民に少しでもこの勧告が出されているっていうことをまずは知っていただく、知っていただいて議論していただく。で、先住民族になりたいっていう自己認識の方がじゃあ全員じゃなかったら誰なのかっていうのをこの範囲をしっかり決めて、彼らの権利を大切に保護しながら、なりたい人なりたくない人って分かれてくるんですよ。そういうプロセスをしっかり組むべきかなと思います。はい、ありがとうございました。またさらに他に、あ、どうぞ、はい、あと1点だけ、はい、お願いいたします。あとまあ、こういう会見を開いて、県民にまずは知ってもらって議論をするっていうその意図というか意思というかっていうのは分かりました。で、一方でその、国連の勧告って国連がその側が出すじゃないですか。その国連に対してのアプローチっていうのは何かあるんでしょうか。はい、中村さん、お願いします。まあ、この議員連盟ができる前ではあるんですけども、何度か国連の人権理事会ですとか自由権規約委員会かな、まあ、沖縄から有志の方が、まあ、先住民族の勧告の、まあ、撤回を求めるということを挙げたことはあります。で、今度自由権規約委員会が10月に対日審査がありますので、まあ、そこにも誰か、まあ、今はなんかネットでもできるみたいなので、まあ、どっかの、まあ、NGO を介して、この、まあ、プロセスっていうんでしょうかね、ちょっとおかしいよということを報告をしようというところが今検討中でございます。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕らも職務、あ、すみません、はい、仲間議員もよろしくお願いします。今の件でですね、はい、実は日本政府は否定してるんですけども、はい、それをもうちょっと明確に調査してもらえてほしいということで、私議員連盟で今年の3月7日、自民党本部に行きまして、当時の政調会長高市早苗さんの方に、まあ、その時は国会審議中でいなかったの代理の方に同じように自民党でですね、責任を持って沖縄のこの先住民族の人たちのじゃないという調査して発表してくれというのは要請出しました、はい。まあ、その返事はまだ来てはおりませんが、まあ、誰がどのように働きかけて勧告が出たのかということをちゃんと調査してくださいと要請ですね。はい、ありがとうございます。他に何か、あ、はい、それではよろしくお願いします。会社名と、名前を申し込む武井と申します。何点か確認させていただきたいんですけど、先ほどこちらの団体の説明があったんですけども、構成されている方は全員市町村の、議員の方々ということでよろしいでしょうか。いいですか。中議員連盟として大代表崎山ですが、あくまでもこのタイトルは沖縄の人々なんですよ。なので議員という枠は正直設けてません、はい。希望すれば誰でも入れます、はいはい。なので事務局を一緒にやってる一般社団法人、権利がいるかね、はい、日本沖縄政策研究フォーラム代表の中村悟さんも入ってますし、月城の牧師の砂川さん、あ、いなくなった、はい、も入っております。これは広く沖縄の人々の大事な大事な問題ですので、はい、僕たちどんどんこの話しましょうってやりますけど、できれば県知事が沖縄代表ですから県議会が中心になってやってもらいたいんですよ。それだけです。ありがとうございます。で、あとごめんなさい、まあ、今回の要請なんですけれども、まあ、9月13日付の、まあ、弊社の報道が、まあ、一つのきっかけというわけなんですけれども、まあ、このタイミングで今回これ要請を出されたのが、まあ、この弊社の報道が一つ大きな要因だったという認識でよろしいですか。それとも何か以前からこのタイミングで出されることを考えていたところにこの弊社の報道があったのかって、ちょっと前後関係を教えていただきたい。知事が当選されて、これは国連にご提起するという報道を見たものですからね、またこれは先住民族の代表として行かれるのかと、そういったことが気になるものですから、だからいくら出して沖縄の
最高責任者として行くわけですから、知事として行くわけですから、そういう向こうでどういったことを発表するかということは、これ大変な大きな問題でありまして、これはまた県議会でちゃんと、内容を審査して測ってから、これはみんなの賛同を得ていくぐらいのそういった手順を踏んでいただきたいなということで、そういった今日の場を設けさせていただきました。タイミングとしてはおっしゃる通り、知事が再選した翌日に、記者会見で国連を訴えると言われたので、10月の頭に国連の人権規約委員会で対日審査があるということを調べたらその時期にあったので、もしかしたら、分からないです、もしかしたらそのタイミングで行かれるかもしれないので、それが始まる前に要請出しとかなければいけないなということでこのタイミングにしました。この弊社の放送がもう一つちょっと。そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。はい、他に何かありますでしょうか。ご意見、ご質問等々ありましたら挙手でよろしくお願いします。そうすると、市議、町議、村議の方一人ずつは必ずですか。市議、町議、村議の方は各1名ずつはおられるんですか。市長さん、そんなにないですね。村議の方はおられて、町議の崎浜さんと村議の方いらっしゃいますか。はい、で、市議の方はいらっしゃいますか。議員は、一、人ずつはおられて、全部で何人になりますか。何だった何でした。先ほど名前をお伝えさせていただいた議員が8名で、プラス、趣旨に賛同して、ちょっとお伝え今してない議員さんもいらっしゃるんですけど、ちょっと、それプラスアルファで、8人プラス、名前出せない方が何名か。何名か、ちょっと議員さんがいて、はい、メンバーとして、今先ほどお伝えさせていただいた、議員メンバーは、多分最初の紹介の時いらっしゃらなかった。ああ、なるほど、ね、ちょうどまた共有させていただきますので、よろしくお願いします。で、8人の方は皆さん、議員さんでいいわけですね。そうです、8人、後ほど共有します。新たに賛成と抗議の、また沖縄市議の28日間に一度スタートする、新都と活躍が待っている予定。あとすいません、今回統一地方選挙ありまして、これ先ほど言いましたね、このなんていうんですか、保守とか革新じゃないんですよ。沖縄の人々の将来に向けて大事な話なんで、思想信条関係なく声かけしております。で、指導をこういったものを上げてやってですね、ご検討くださいという話は、僕だけでも7名ほど北部の議員の方を中心にしておりまして、で、今日もこういう県知事に出しますよとか記者会見やってますよっていうのは前もって伝えてあります。はい、はい、よろしいでしょうか。他何かございますでしょうか。あればよろしいですかね。よろしいでしょうか。はい、では、あ、すみません、はい、最後に、ぜひ、新藤さんからも一言。あ、じゃあ何か、じゃあいいですか。はい、新藤さん、はい、じゃあ、お願いします。はい、すみません、じゃあ9月の28日から任期が始まる私、賛成党公認の新里和也と申します。僕まだ31歳でですね、今回初チャレンジで当選をさせていただいたんですけども、正直議員になるまではですね、こういった問題があるとかっていうのも分かりませんでした。一般的な肌感覚だとそうだと思います。ただやっぱり知らないといけないことっていうのはたくさんあると思っています。そういうものというのを一つ一つですね、やっぱり発信していく、そういったことっていうのを議員はやらないといけないんじゃないかと、自分がこれから議員になるにあたると思っています。で、こういう大きな問題はですね、若いとか年配の方だとかそういうのも関係ないものだと思っておりますので、先ほども事務局の、中村さんもお伝えしてるんですけれども、みんな僕の先輩議員皆さんお話してるんですけども、そうですね、もう広くとにかく議論をしないといけない。私は今回は撤回をさせる側の人間としてここに今座っておりますが、もちろん先住民族を望む方もいるとは思っております。そういった中でやはりまずは議論ですね、しないといけないと思っておりますので、そこをちょっとみんなでですね、本当に話をしていきましょう。
そういうふうに思って今私はここに座っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、もうよろしいでしょうか。ご意見ご質問等ないということでありましたので、ぜひですね、マスコミ各社の皆さんにもやはりご理解いただきたいのが、崎山会長をですね筆頭に我々議員連盟、本当に日々ですね、もう全国を飛び回って、そして県内も含めてですね、いろんな活動、そしてこの思いを広く伝えていきたいということで一応活動させていただいておりますので、ぜひ報道でもって広く県民の皆様にそういうのをこの知らしめるといいますか、広く伝播させていただきたいと思いますので、ぜひそのお願いを伏してお願いを申し上げ、本日の記者会見を終了とさせていただきたいと思います。それでは、お忙しい中ありがとうございました。以上をもちまして終了とさせていただきます。